天皇陛下の専用車が40年ぶりに新車に変わりました。およそ40年間使用された日産プリンスロイヤルに代わって新たな専用車となったのはトヨタ製のセンチュリーロイヤルで、内装には和紙や天然木を使っているほか、ステップには御影石を使うなど日本固有の歴史文化を表現したものとなっています。その一方で環境に配慮した低公害低燃費車両となっているほか、両陛下が沿道に手を振りやすいようシートの硬さや窓枠の位置が工夫されているということです。今回の納車は1台のみで、価格は5250万円。宮内庁では今後3年ほどかけて合計4台を導入する予定です。